動くとその女がどうなっても知らないわよ。うわー、夏目先生、見捨てるのもありよね。ダメですよ。私なら大丈夫です。うさんくさ、わかるわその気持ち。見たって一体あの一瞬の交差で何が。あれどう。探査班の区分けを。ブヨブヨの肉まんじゅうなんか触りたくないわよ。負け惜しみですか。お二人とも喧嘩は。